聖白旗は中華人民共和国内モンゴル自治区、シリンゴルメイに位置する旗。地方政府はミャンガトバルガスにある。古くから遊牧民の活動する地区で、北部は平坦な砂漠地、南部は草原低山の丘陵地域。雨量が少ないため無理をして牧畜をしており、近年は砂漠化、砂嵐に苦しめられている。漢、当時代は全雨、河岸が治めていた。 著名なモンゴル八旗の一部として形成された、聖白旗、白旗及び民間期、大仏ス木旗の一部分が合併され形成された。聖白旗、白旗は、真の権二十六年にイムヤンガジャセの管轄下となった。民国三年にチャハル特別区に、民国十七年にチャハル北区に改組された。民国二十五年にチャハル名に所属となった。 ニバルガス、サンソムを、管轄、人口は、モンゴル族と、漢民族が主体で、その高い族、満州族、ダウル族、オロチョン族、エベンキ族、チベット族を含む十数種の少数民族で、構成されている。ABC、区人口。聖白旗人民政府。2021年5月16日閲覧。歴史遠隔。聖白旗人民政府。 2021年5月16日閲覧。ありがとうございます。